南雲くんには本当に感謝ですね。あ、八重樫さんたちを助けに行ってくれたのですね。それに小さな子の保護まで。少しずつ昔の彼を取り戻しているのかもしれませんね。あるいは変わったまま成長している。さっき危ない状態から助けられたと聞きましたけど。いえ、死んでいたかもしれないと言われては、やはりどうやって治したのか少し気になりまして。それはですね、南雲くんと何かありました？ありませんよ。何かって何ですか。普通に私と彼は教師と生徒ですのよ。先生、落ち着いてください。口調がおかしくなってます。南雲くん、愛ちゃんに何をしたのよ。